ですね、今日はですね、クズ不動産という不動産の代表の鈴木庄司さんに、いろいろ質問をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。扇建築工房の増田と、主にアパートだ、眉間のしわがというご指摘が入っておりますね。健ね、やかに進めていきもうましね、ょう。ちょっとこれ電話かかってきちゃうの、どうしたらいいの、これ。本田さん。本田あ、さん、ちょっフとレームよりの、も。何 はこれは、なんか、どうしたらいいんだろう、これ。通知をタップしなければ、ただ通知が出るだけかもしれないですけど、もし本田さんが詳しければ。ですね、先ほどもコメントで怖い。ごめんなさい、飛行機飛モ行機ード。モード、はい、飛行機、ちょっと、これどうしたらいいのかな。これを。繋がってる？はい、つながってます。大丈夫です。今飛行機モードにしたら、大丈夫か？良さそうです。聞こえてる。では、良さそう。はい、はい。良さそうです。で、はい、先ほはどい。もちょっと怖いっていう話が、怖いっていうコメントが入ったんですけど、やっぱり不動産でこうちょっとまあ怖いイメージがあったりですとか、まあ、土地とか家探したいなと思っても、なかなかじゃあ不動産屋に行こうかってちょっと一歩踏み出せない部分があるかなとも思うんですよね。で、クズ不動産ってちょっと名前に、まあ、クズってついてて、どういう意味のクズなのかなってちょっと特徴があると思うんです名前けど、が怖いですもんね。名前がね、クズって人のことなのか土地のことなのか、何がクズなのかっていうところを、ちなょるっほど。とそのクズのね、由来について今日は教えていはただきたいなと思っています。い。名刺。これもあるかな。これ、あ、そ見えれます。YouTuber 的な感じですね。見えますか？白い名刺に見えますけど、白い名刺ですか？見えないかな、これだと。何かこの名刺に特徴があるんいでやすいか？や、会社名がね。会社名が？名刺は、見えないかな、これ。あ、め、ん？見えますか？クズ。クズ不動産。名刺は、このひらがなのクズなんですよね。そうですね。ひらがで、な。そう、だから実際は、じゃあこのクズっていうのは、皆さん、クズ不動産って言うとびっくりするんで、もはしかしたら、例えば、静岡のね、掛川なんかは、クズ不の産地だったりするんで、い、そうですね。植物の、クズですかとかってよく聞かれるんですけど、実際そう思こう。れは、本来の会社の、本当の会社名は、漢字のクズで、で、そのクズっていうのは、星クズのクズ。紙くずのくず。そのくずですか？紙くずのくずが正解なんですよね。くずので、くず、はい、そう、すごくけったいな名前で、でも、名刺を出すと、みんなにびっくりされて、で、しかもどっかの、銀行とか、いろんなお客さんのところに電話したりすると、クズ不動産ですって言うと、クズですか？みたいな。これはよく聞かれるんですよ。ね。で、あんまりこの、その社名の由来みたいなやつを、細かく話はしたことなくて、はい。実はクズ不動産のクズっていうのは、はい。あんまり皆さん聞かれたことないかもしれませんけど、ええ。例えばなんていうか、すごく使いづらくて、商品的な価値が、すごく低そうな、そういう土地、
すごいこう傾斜地だったりだとかそれから極端にこう旗竿状の土地でなんか車が全然入れなくてとか、はい、そこにこのなんか、家を建てたりするのにはちょっとこうなんか難しそうな非常にこう飼い主さんからとってみると、はい、ちょっとこう飼いづらいようなそうですね。で結果こう何かこう余っちゃってるような土地とかね、それから、うん、と分譲地を作った時に100区画の分譲地を作りました。そしたらその分譲地の中には四角い土地ではなくて長方形な土地ではなくて、うん、中には三角形の土地ができちゃったり、あ、そういうその余った土地ってあるじゃないですか、うん、ちょっと変な形のどうやってここに家建てるのみたいな土地ってやっぱりありますよ。そういうのをヘタ地っていうんですよ。ヘタ地ですか。最後ね、分譲地で残っちゃったような土地のことをヘタ地っていうんですよね。だからこういうヘタ地とかを含めて、うん、そういう傾斜が広がったりとか、うん、まあ非常にこうなんか使いづらそうな土地のことを、うん、まあ総合してクズ土地っていうんですよ。あんまり言い方は綺麗じゃないんですけど、土地のことだったんですね。まずこのクズっていうのはで、そもそもがそういうもの全般のことをクズ土地というんですね、うんうん、なるほど。そうで、じゃあそのクズ土地っていうのはなんていうか、まあパッと見、うん、なんかこう癖があるというか、うんうんうん、形が非常にこうね、まあなんかとっつきにくいじゃないですか、飼い主さんからすると。そうですね、四角い土地じゃないですからね、うん、しかも触れ残ってるっていうとちょっとダメな土地なのかなって思ってますよね、はい。でそうすると、例えばじゃあ皆さんが土地を買うときにどういう土地から買うかって言ったら、うん、やっぱりこう分譲地で、ね、きれいに区画のされた分譲地の中に、はい、その中の一つを買い求めるみたいな方が、うん、まあ、非常にこう買いやすいわけですよ。そうです ね、一般の方が結婚もしてますしね。そうで、じゃあ、うん、今のこの時代にその分譲地自体が、はい、じゃあどうかというと、まあ、私は個人的にあんまり分譲地をこれからどん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 開発して作っていくっていうのは賛成できないんですね。なぜなら結局これだけもうね、住宅の着工件数も減るし、うん、それからまあ少子高齢化も進むし、うん、もう、ね、そもそもがその宅地の数自体をこれ以上増やす意味は、はい、まあ、国全体の街づくりのことを考えたら、うん、あまり意味がないじゃないですか。そうですね、うん、これだけ中古住宅もある中でこれ以上いろんなところを切り開いて平らな土地にしていくことの意味ってちょっと確かに低いですね。基本的にすごくそういう意味はすごく低いんですけど、うん、ただ不動産業者の都合によってこういうものが非常にこう進められてるわけですよ。売りやすい土地を作るという、ね、売りやすい土地を新しく作り出していくという意味で分譲地っていうのは売りやすいから作られるっていうね。でところが今言ったように、うん、まあ、そんなようなその土地の開発行為がどん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 一次産業もやりにくくするし、まあ、町づくりとしては、まあ、非常にこうあまりいいものではないなというふうに感じていて、でそんなようなそのなんていうのかな、新しく土地をこう宅地の数を増やしていくぐらいであれば、もっと今まで目を向けられなかったようなそういったいわゆるクズ土地に、まあ、本来は目を向けて活用できる土地を活用していくべきじゃないかと。なるほど、今まで使われてなかった、そう、今まで光に当たってなかったところにちょっとスポットが当たるようなイメージでしょうか。そう、価値が、そう、価値が今までこう、誰も価値を認めてくれなかったような土地、まあ、認めにくい土地、うんうん、っていうものにもう少しこうなんかね、光を当てていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのが、そもそもの会社名の、まあ、あの由来になってるんですね。で、なるほど、うん、クズ土地っていうのはなんで価値がつかないかというと、もともとその、なんていうのかな、価値をつける人っていうのは誰かというと、はい、そういうその土地に商品的な価値を、まあ、見出して、そこに例えば査定をして価値をつける仕事っていうのは、まあ、本来は不動産屋が担うわけですよ。土地の価値を不動産屋が
そうですね、まあ、不動産屋が大体こう価値をつけていかなきゃいけないわけですよね。はいはい、うん、だけどあの不動産屋っていうのはどうしてもですね、はい、あのなんていうのかな、不動産屋の目的っていうのは、はい、土地を例えば売ること、ね、自分で仕入れて土地を売るとか、うん、それから例えば誰かが持っている土地を、第三者に所有権を、まあ、移すとか、うん、まあ、そういうのが不動産屋の仕事なんで、はい、普通は土地に価値をつけるべき不動産屋が、うん、とその土地を買った後に、うん、じゃあ家を建てたりお店を建てたりする、そういうスキルを不動産屋っていうのは一切持ってないんですよね、うんうん、だからその土地を、ね、まあ、購入した後にどういうふうにして活用したらこの土地を生かせるかみたいな、そういうスキルを不動産屋があまり持ってないんですよ。だから例えば土地の形が悪かったり傾斜があったりした時には、この土地はこうやって活用したらここに価値が出るよねっていう考え方を、まあ、あまりこう持ってなくて、必然的にそうした長方形で平らな、ね、正方形長方形の平らなこう土地でない限り、はい、まあ、価値がないものとされ続けてきちゃったという。でそういう土地はどん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 、まあ、流通性が悪くなって、まあ、残っちゃう、誰にも買われずに、まあ、ずっと残っていく。でそういうのが売れにくいので、じゃあもう一般の方が買いやすいように新しく分譲地を作って、でこう売ってるみたいなね、まあ、そういう形に、まあ、だんだんなっちゃったんですよね。うん、でも実際じゃあ買い主さんにこれから土地を買おうとされる方が、ね、いたら、やっぱりよく考えてみたいのは、はい、買い主にとって本当にそうしたいわゆるクズ土地が必ずしも価値がないものなのかって言った時には、うん、はい、結構価値が ある土地っていうのはたくさんあるんですよね。なるほど、うん、不動産業者にとっては価値がなくても、うん、買う方にとっては価値がある土地っていうのがあるわけですね、クズ土地の中に。はいはい、例えば具体的に言えば、うん、はい、じゃあ旗竿状の土地ってね、こうなんかこう、はい、旗竿状の土地って言っても分かりにくいかな、まあ、なんていうの、まあ、まさに旗の形をして侵入路があって、ね、侵入があって自分の敷地に入っていくみたいな、はい、うん、でそのこう、まあ、道路と、ね、土地はこうあんまりくっついてないもんだから、まあ、非常にこうなんとなくこう閉鎖的な使いづらいような感じにこう見えちゃったりとか、一回旗竿の中に車でこう入っていったら、ね、頭から入ったら今度お尻から車出なきゃいけないみたいになっちゃうんで、敷地の中でこうなんか展開をしながらこう外へ出てくるような土地みたいなね。でこういうのって、まあ、なんか車 の車庫入りもめんどくさそうだし、まあ、道も狭いしみたいな感じでこう敬遠されがちなんですけど、でも実際住んでみると、その旗竿状の土地のところには要するに第三者とか不特定多数は入ってこないので、非常にこう住環境とすると旗竿の土地っていうのは良かったりするし、はいはい、例えばその形がね悪い三角形とか、はい、ラインとか、うん、こんなような土地だったりしても、うんうん、そうするとこうなんていうかな、建物の形がそのね土地の形とこう必ずしも平行に建てるわけじゃないので、はい、こう土地の形と建物の形がこう、ね、三角形だったりするとずれたりするじゃないですか。そうするとこう比較的こう何て言うかな、こう隣の家と必ずしも平行に立つわけじゃないので、はい、隣の家とこう目線がずれたりとか、あとまあそのために見通しが良くなったりだとか、まあそういうメリットもたくさんあるんですよね、うん、っていう使い方もあるし、よくあるか、一番皆さんが結構嫌いやすいのがこう高低差。高低差、そうですね、うん、ちょっとここに家建つのかなってびっくりしたような敷地がやっぱり扇建築工房のやっぱオーナーさんの土地でもありましたね。え、ここに今から建てるの本当にっていうような平らなところが全くないようなところにやっぱり何軒か建たれてます、うん、建ってますよね、うん、でこの高低差っていうのもパッと見はやっぱりこうね、今言われたようにこう、え、ここに
どうやって映画出るのみたいなところも確かにあって、でも、はい、実際は今日本の国土のほぼ 70% は山林っていうか、で 80% ぐらいがもうほぼ傾斜地なんですよね。実際ほとんど傾斜地ですか、うん、日本の場合は平らなところっていうのはもう、あの日本の国土の今宅地に使われてるところって 5% ぐらいしかないんですよ、はい、で 70%、 70% 弱ぐらいは山林で、あとは田んぼがあったり畑があったりするんですけど、まあそういう傾斜地を全部全体だともうね 80% 近くは傾斜地なんでね、平らなところを求めていくと逆にこう人が密集したようなとこ行っちゃって、環境としてはあんまり良くないのかもしれないですね、うん、平らっていうとこを基準にしちゃうと。でもやっぱり皆さんがどうしてもこうパッと見平らを希望するんで、ね、でまあこう平らなところに、まあ、要は傾斜地を、もともとの傾斜地を山をこう切り崩して平らにして、でわざわざここ分譲地なんかこう作るわけですよね、だけど本当は例えばその傾斜地のまんま上手にね家を建てたとすると、じゃあその傾斜地だから例えば隣の家とはこう目線が高さ方向にずれるじゃないですか。そうですね、それはありますね、ガラッと開けても隣の家の方向になりにくいとか、全部全部真っ平らなところに100区画しかも同じ10メーターかける20メーターの土地が100区画並んでいるから、ね、どこの窓開けても隣の家とこんにちはになっちゃって、風通しも悪くてってなるんですけど、そうですね、その地形を生かしていわゆるクズと言われて、クズ土地と言われているようなところに上手に家を建てたとしたら、非常にそこは風通しもいいし隣との目線もずらせるし、非常にこうロケーションもいいし、しかも車がやたらこう入ってこれなくなるような、っていうような土地っていうのは実はすごくたくさんあるんですよね。なるほど、はい、窓が開けられないような窮屈なお家って意外に多いですよね、分譲地でたくさん窓はついてるけど開けるともうすぐ車の駐車場だったりですとか、隣の家の外壁だったり、窓があるのに見たい景色ってそこにないですよね全然ね、なんかね、隣もう壁でいいじゃんくらいな、なんかあの 南のね、こうリビング の窓からは車のテールランプ、テールライトしか見えないな、ね、で北開けたら、北の窓開けたら南の北側の家の、ね、リビングのとこんにちはになって、でもう全部同じ方向を向いて、ね、あの建てられてる。これは何でかっていうと、分譲地というものが例えばですけど、はい、まあ、40坪から60坪ぐらいで全部分譲されてるんで、その中に建てる建物に余裕がないわけですよ、ちょっとこう、ね、あのちょっとこう東の方向きたいなとか、隣の家とはちょっと関係たいなとか、はい、っていう余裕が全くない。もう その土地を買ったらそこにもうこの向きに建てるしかないっていうぐらいのみんな南向けて建てるしかないわけですね、ないみたいな、だからそうするとみんな同じ方向いてこんにちはになっちゃうんで、でここにじゃあもう価値はね、まあ、だんだんこうなくなってきてるというか、そうですね、でそういう住み方を皆さんが本来は希望してないんですよね、そうするとその、まあ、そんなそういうところをわざわざ新しく作っていかなくても、はい、もっとこうもともとあるね、そういった、いわゆる下手地とか靴土地とかっていうところに、はい、まあ、はい、工夫によってはね価値がつけれるんじゃないかと。なるほど、でじゃあこれが不動産屋は例えばこう非常に価値はね、つけづらいかもしれないけど、じゃあまあ我々のようなじゃあ建築士が設計者がこの不動産に携われば、ね、不動産会社に携わったとしたらここにも十分価値がつけれるんではないかという、その可能性をまあ、自分がすごく感じていて、はい、まあそんなことからあえての皆さんがちょっとびっくりするようなクズ不動産という名前を、ね、まあ、つけたというこういう経緯なんですね、でそこにこうなんていうか、乱開発が、ね、そしたらもう皆さんがクズ土地であってもそこに価値を見出して、
わざわざ宅地の数を増やさずに今あるものを上手に使い、はい、例えば中古住宅も上手にリノベーションをして、はい、っていう風にしていったとしたら、無駄なその乱開発をする必要性はないわけだし、はい、これだけその自然豊かな日本のね、例えばまあ限られた資源をまあいかにこう、なんていうかな、こう有効に活用していくかっていったら、やっぱり細かい宅地分譲して全部平らにしちゃってということではなくて、やっぱり例えば 70% の森林はちゃんとそこを有効に生かしていかなきゃいけないし、そうですね、うん、これ以上のその、なんていうかな、こうまあ宅地の数の増大を防ぐという意味でも、うんうんうん、まあ、大事なことなんだろうなと、うん、いうこれやっぱりクズ土地を持ってる困ってる方っていうのも、うん、ちょっと今の話でかなり勇気が出るというか、自分の持ってる土地はダメな土地なんじゃないかな、うん、資産価値がないしって思ってるような、まあ、地主さんとか、ね、まあ、相続して困ってる方も、あ、この自分の土地が住む人にとっては価値があるんだっていう風に価値を見出してもらうってすごく嬉しいですよね。そうなんですね、はい、だからそのやっぱり皆さんこう、ね、70代になって80代になって、はい、一番困るのはその自分たちが例えばその所有しているそのクズ土地の処分なんですよね。うん、うん、で、まあ、普通に不動産屋さんに声かけてもなかなか売れないし、はい、どうかといってじゃあそれも含めてね、子供たちが相続放棄するわけにもいかないし、そうですね、うん、じゃあそれをじゃあどうやって手放すかみたいなことで、うん、例えばこの辺さっき話に出たね、じゃあ掛川なら掛川なんかもこう、はい、今茶畑でしょ全面、ね、そうですね、かなり傾斜地というか掛川菊川あの辺りはそうですね、うん、茶畑なんていうのは水はけのために全部傾斜地なんで、うん、で今なかなかこう茶の生産もされずに、じゃあそんな土地をね将来どうするんだとか、うんうん、もう本当にこう昔であったらね、こうなんか、うん、こうまあなんか使われてたであろう、うん、なんか古屋付きの子でも傾斜地のねなんか土地を、うん、そのままね誰も買ってくれなくて放置されてるみたいなね、だから、はい、うん、うっそうとしたこの雑木林に囲まれたようなね、うん、そんなとこも今たくさんあるし、なんか、うん、そんなことはねすごくこう問題になっていて、うん、今すごくいいお話ですというコメントをいただいてます。珍しいコメントありがとうございます。いや本当にね、でしかも、うん、これなんで放置されちゃうっていうのは、不動産屋さんはここに価値がつけれないっていうのは、まあ、今先ほども言った通りで、はい、でこういう土地こそ放置される傾向にあるんですよね、はい、不動産屋さんがさっき言ったように、そうですね、売ってくれないっていうかね、相手に、ですね、で資産価値がないっていうところから入っちゃってますもんね。でなぜかというと、はい、これが例えば、ね、不動産屋さんにしてみるとね、はい、お金にならないんですよ。お金にならない、お金にならない、商売にならないんですよ。不動産屋って自分の持ち物じゃないものを売ってるような感じでしたよね、さっきのお話。自分の持ち物じゃないものを、自分の持ち物を売る分にはお金になるんですけど、ある程度、はい、ね、例えば、500万で仕入れた土地を例えば800万で、ね、何らかの付加価値をつけて800万で売れば、まあ、そういう利益が出るじゃないですか、はい、そうですね、うん、だけどもそうしたクズ土地とかその、はい、いわゆるヘタ地って言われるような、はい、一般的には価値が低いとされる土地っていうのは、うん、当然そこに土地の、まあ、価格というか、ね、評価も下がりやすいわけですね。そうですね、山の中の分譲地ですとやっぱり単価、坪単価ね低かったりですとか、うん、例えば今ここは静岡県のね、まあ、はい、浜松を本拠地にやってますけど、浜松で、まあ、一番今坪単価の高い普通の住宅地って言ったら、まあ、大体坪あたり50万ぐらいとかね、まあ、大体そんなもんなんですよね、はい、でじゃあ坪単価50万の土地とね、それから、
坪単価が、まあ、家を建てようと思ったら一番安い土地で坪単価5万円ぐらいまで、まあ、私が住んでるところとか。そこまで違うんですか、坪単価。まあ、大体10倍ぐらいはね、それでも浜松でも違うんですよね。うん、で、坪単価5万円の土地ってのは、まあ、どっちかというとそのいわゆるクズ土地とかっていうのはそっちの5万円側になりやすいですよね、うん、5万円とか10万円とかすごく安くなりやすいし、まあ、綺麗な分譲地ほど、まあ、人気があるんで坪単価が高くなる。で、その時に結局、はい、あの不動産屋さんっていうのは販売する土地の価格に、はい、まあ、土地をね、例えば、500万で売ろうが1億で売ろうが、はい、売れた価格の、まあ、何パーセント、まあ、具体的に言うと 3% っていうのがその報酬として、はい、法律で決められてるんですよね。例えば、1億円の土地を売ったら、はい、まあ、不動産屋さんはおおむね300万円、まあ、実際は306万円なんですけど、はい、税別で、まあまあほぼ 3% ね。だから1億円の土地を売れば、ね、例えば300万になるんですよ。そうすると、うん、不動産屋さんとしては、まうん、他人の持ち物の土地を売る場合により坪単価が高い土地を売った方が自分たちが儲かるっていう仕組みになってるわけですか。その通りです。なるほど。だから例えば坪単価5万円とか坪単価10万円のところを100坪売ったところで500万、ね、500万の土地を一生懸命例えば広告活動しても結果的に15万円にしかならない。なるほど。もともと売れにくい土地に対してどんだけ頑張っても不動産屋さんとしてはなかなかこう儲けにならないというか、商売を続けていくのが難しくなっちゃいますよね。売れにくいだけではなくて、それで頑張って頑張って売ったとしても結局お金にならないという、こういう不動産、まあこれは法律が悪いんですけどね、うん、これは完全に法律の問題なんだけども、その、はい、でもそういう問題がいろいろあって結果的にはその売り主さんはそういう土地を手放せずに持ったまんまになっちゃってるし、はい、買い主さんはそういう土地を求めていてもそもそも紹介してくれる不動産会社がないという、うん、なるほど、こういう構図になってるんですよ今。やっぱり不動産屋さんって土地のことを助けてくれるイメージがあったんですけど、うん、まあ、なかなか資産価値がある土地でないとやっぱり扱ってもらうのが難しいわけですね。そういうことです。そう。だから例えばそのね、こうなんていうのかな、まあ、今の浜松で言えば坪、はい、まあ15万から20万以上の土地は活発にその情報が出てくるんですけど、坪単価が5万円とか10万円のところはそもそも情報があんまり出てこないっていうのは、うん、不動産会社がそもそも扱いたくない、うんうん、儲からないですからね。そうなんです。どんだけ仕事してもね、うん、あの不動産の仕事っていうのは、はい、例えばその、ね、じゃあ例えばどうかな、60坪の土地があって、はい、じゃあ坪50万だとしたら、はい、これ3000万じゃないですか、はい、6坪3000万ですよね。で同じ60坪の土地でも、うんうん、坪5万円のところがあったら、まあこれ300万じゃないですか、10倍違うと、ね、収入が確かにその300万の土地と3000万の土地、はい、どっちを、まあ、両方ね、もう仮に売ったとして、はい、もちろん300万の土地は収入が単純に10分の1になるわけですよ、はい、で問題はそれだけではなくて、それだけではないんですか。それだけではなくて収入の話だけじゃない、うん、要するに一つの物件を取引するときに坪、50万の土地と、はい、坪5万円の土地とがあったときに、はい、例えば思い浮かべてもらうとなんとなくイメージがつくかもしれないけども、はい、坪50万の土地って言ったら、じゃあ、人気のある閑静な住宅街の分譲地、なんかちょっとつきますね、ね、なんとなく、はい、坪5万円の土地っていうと例えばなんか山あいの傾斜地の、はいはい、なんかこう荒れ果てたあんまり整備もされてないような土地っていうようなイメージがされると思うんですけど、はい、ほとんどその通りで実際が、その価格の通りなんですか。そうです。で、
じゃあそれってどういうことかっていうと、うん、不動産屋が取引をするときに、はい、坪5万円の土地と坪50万円の土地をじゃあその紹介して取引してやろうと思ったら、実は坪5万円の土地の方が数倍仕事も大変なんですよ。仕事もですか？仕事が、例えば坪単価が高いところは当然坪単価が高いからちゃんと地主も管理してるんで、協会もちゃんと協会の杭も入ってるし、はいはい、ブロックもちゃんと積まれてるし平らだしみたいな、ね、ところが坪5枚のところに行ったら、そもそも協会の杭なんかそんなのどこにあったか見たこともないし、ね、土地の協会が分かんないんですか？そもそも分かんない、そんなの管理もされてないし、ね、隣のあの木はバーンともう越境しちゃってこっち入ってきちゃってるし、そういうその整備がそもそも坪単価が安ければ安いほど地主の管理も丁寧ではないわけですよね。もう持ち主からしてやっぱりちょっとクズ土地っていう扱いをしてる感じがしますね。そう、そういうこと、入れてないとか、そういうこと、思い入れがないように、そもそも自分が持ってるのももう嫌くらい、ね、草刈りだとかなんとか管理するのも大変でっていうぐらいの土地なわけで、そうするとそうしたいわゆる坪単価の安い土地になればなるほど、不動産屋の仕事の量がもう倍増、倍どころじゃない、3倍にも4倍にもなるんですよ。だから仕事は3倍4倍大変なのに収入が10分の1という、はい、こういうことになっちゃうんで、ちょっとなかなか切り込んでいけない分野ですね、うん、10分の1ですか収入が。だから例えば不動産屋さんの分布を見たら、まあ、なんとなく分かるように、必ず不動産屋の店舗っていうのはだいたい坪単価の高いところに集中してるんですよね、はい、わざわざ家賃の高いところに集中してるんです。で、田舎で、田舎に不動産会社がないっていうのはそういうことがあるんです。いくらしか。ポツンと一軒みたいな、ないですね、不動産屋は。はい。それでは仕事にならないんです。これはもちろん法律がいけないんですよ。これは基本的にはね、仲介手数料という、そのね、3% を上限とする法律が根本的に間違ってると私は思ってますけど、ただ、まあ、そうした中で不動産会社の分布が町にどん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 こうね、まあ、集まっていくし、田舎は不動産会社がないし、そもそも田舎の土地を不動産会社が扱うことすらされない。だ結局これが活用されずに、まずっとこう、ね、いわゆるクズ土地と言われるところが残っちゃう。という、こういうことですよね。いいですね。自分の土地なのに、誰かにの取引のしやすさとか、誰かが儲かるか儲からないかで自分の持ち物の価値が決められてしまうってすごく不思議な感じがしますね。そうで、これはね、やっぱりまあ、なんていうか今の不動産が不動産業界のこの構図に問題があるんですよ。売り主が悪い、地主が悪いわけでもなければ、ね、買い主が悪いわけでもなくて、やっぱりこの不動産業界というものに問題がある。なるほど。そうした、まあそんなね、そんな事情から、まあまあもちろん、まあね、土地を売りたい人買いたい人は、はい、そういうことを知らずにこう不動産業界に不動産会社の資金をまたぐんで、まあ、なんとなくやっぱり不動産会社ってちょっとこう怖いよねっていう感じになりやすいんだよね。そうですね、うん、なんか裏に何かいないかなってそうそう思いがちですよね。特にあの大手のチェーンでない限りはちょっとこう敷居が高いというか関わっちゃいけないかなっていう側に怖いですよね。そうそうなるべくね、なるべくこう近寄らないように。そうですね。で、めったにその土地を売ったり買ったりもないんで、だからね、こうなんていうかな、賃貸でアパートに住みたいんですって言って不動産屋をねこう訪ねることは、まあ結婚したところに1回、まあ、転勤した時に1回みたいなね、まあ、それぐらいはあるでしょうけど、土地を買うね、ということはまあめったやったらね、まあ、一生のうちに1回土地を買いたい、ね、そうですね。だから不動産投資家でなければやはり一度思い切って買う買い物ですね、ぐらいなのでしょ。だからなかなかやっぱり不動産屋さんにこう、と付き合いづらいっていうのは、そうしたことからもありますよね。クズ不動産がこのクズ土地を扱ったからって言ってクズ不動産の収入が、まあ、増えるわけじゃないじゃないですか。やはり決まってますよね、不動産の取引のいくらまでもらえるって。
仕事は、まあ、3倍も4倍もあって、うん、でも収入は、うん、人気がある土地の10分の1でも、うん、クズ土地を扱っていくっていうのは、うん、でちょっと何かすごい心意気を感じますね。だから心意気だけじゃこれができなくて、だから難しいんですよ、うん、だから難しいし、正直だから今そのじゃあクズね、あのもちろんクズ土地だけを、はい、専門に扱ってそれで商売として仕事としてこれが成り立つかといったらもうね 100% 成り立たないんですよ。成り立たない。そこの制度の難しさっていうのはなかなか個人で超えていける部分ばっかじゃないんですね、うん、これはね綺麗事だけではなくて、もちろんそのねなんかここのそれを一気に感じてこのじゃあクズ土地の活用をということであの旗を振りかざしたところでそれだけでじゃあ仕事としてじゃあ生活が成り立つような収入を得られるかといったら、まあ、100% 無理なんですね。で無理だから誰もやらないんです。無理だからやらない。やりたくてもなかなかやれないですね。やれないんですよ、これが残念なの。やれないやれない、皆さん生活がありますからね、うん、そうそうそう、このコロナの渦中で本当になんか仕事があることのありがたさですとか、うん、毎日ご飯が食べれる安心感をね、すごく感じましたね。これはいろんな意味で法改正をしていかないと、うん、もういけないなというのはもう感じていて、うん、でもあのなかなかね、道のりは遠いなっていうふうには思います、うんうんうん、でも実際やはりクズ土地と言われる土地に建てて、まあ、幸せにもう暮らしをスタートされている、うん、まあ小木建築工房のオーナーさんもやっぱりたくさんいらっしゃるので、うん、またそういうこともちょっと次回からまたインタビュアーを変えたりしながらいろいろお話を伺っていけたらと思います。そうですね。はい、活用事例はあるので、あの飼い主さんにとってみるとそのいわゆるクズ土地っていうのは むしろもうメリットしかないというか、あの非常にこうなんていうかな、まあ、例えば私はあのが設計者だとしてね、まあ、設計者の目線で見れば非常にこう魅力的なあの土地が多いので、まあ、ぜひそんなことのこう勉強もしていただければいいかなと思いますね。そうですね。建てた方のインスタグラムで写真上げてくださってる方もいらっしゃいますけど、うんうん、なんかもう見てるだけでこう幸せな気持ちになるというか、うん、窓って本来こういうためにあるよねっていう、本当に見たい景色が窓の外に広がってるんですよね、うんうん、そうですね。ねまあ、よく言うクズ土地って言われてる、まあ、クズ土地クズっていう言い方はあれだけどまあでもそういうところに建ててる人ほど、まあ、快適な暮らしをしてますよね。そうですね、うん、快適な街の中で利便性が、うん、利便性って一見幸せとつながってそうですけど、うん、暮らしの豊かさと利便性ってイコールじゃないんだっていうのが、うん、そのやっぱクズ土地にクズで人の土地をクズ土地っていうのもちょっとやっぱ抵抗ありますけど、でもそこに暮らしていらっしゃる方のもう姿を見ると、あらちょっとお家が映りましたけど、でちょっとそこのでも価値、うん、価値観がやっぱり変わってくるような感じがしますね、うん、そうです ね、 ね今見ていただいてる方でもしご質問等あれば。そうですね、せっかくだったら、なんか、あんまりこう、おそらくこういう専門で、専門でっていうわけじゃなくて、こういう、はい、まあ、見方でやってる不動産屋っていうのは、多分少ないでしょうからね。そうですね、不動産屋さんってそもそも、何やってるのっていう、結構、純粋でね、ところ、なんでもいいです。ね、賃貸。フラッと入れるところじゃないんで、こういうライブの配信の時に、ちょっとやっぱり怖い、ね、何やってるのって聞いてみてもらってもいいかなと思います。ちょっと何回かまた継続して配信していくので、あ、これ聞いてみようっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄に書き込んでいただければ、何でもお答えします。こわもてですけど、はい、心はね、クズじゃないんで、優しいんですよ。はい。で、この後、あと15分ほどですね、うん、2時からあの焼き杉、うん、今あのお問い合わせがとっても多い焼き杉の現場からあのライブ配信ですとか、うん、ちょっと実際焼いてる作業をしてる方へのインタビューなんかもするので、うん、はい、またよければ見てみてください。
じゃあ今日のところはこれで、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ画像の保存をお願いいたします。ホスト、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ではさようなら、はい、ありがとうございます。